しね。俺が留守だからといって妙な真似はするなよ。仲間だろう。もっと信頼してくれてもいいんじゃないか。どこに行くのかも教えてもらえないのかい。雨がくれの里だ。雨がくれ？今さらなぜ。お前に関係のないか。お前は二つ勘違いをして、どうせ最後は教えてやる。暁を弥彦に立ち上げるように仕向けたのは俺だ。輪廻丸を長門に与えたのも俺だ。お前を捕らえさえすればどうにでもなる。内派の動力をなめるなよ。起爆札を混ぜ込んだか。私があの世に連れて行く。甘く見ていたな。考えれば元暁メンバーだ。お前も吸い込む瞬間に自爆して俺ごとやるつもりだったようだな。だが失敗だ。爆発ごと吸い込んだ俺の方が早かった。少しくらっておかげでお前も助かったな。感謝しろ。時空間移動は失敗のようで、あなたの隣に今までただいたわけではない。あなたを殺すために用意したこの6000億枚の起爆、10分間起爆し続ける。捕捉する。僕って体が柔らかいのよね。こうなったら反撃だ。秘術引け。ラト、キバ、エリマキトカゲ。これだけです。まずは一匹。よく喋るお前にはイタチのことを。おせらけな。何やってんだトビ。ガキだからって気抜くなよ。うん。瞬身の術が早すぎて僕らじゃ無理っすよ。こいつ。
お前たちなら本当は理解しているはずだ。希望などないことにな。もちろん弟は渡さん。俺には力はないが、今までに集めた美獣の力が今度は戦場である。サメ先輩、僕たちをあまり舐めない方がいい。あの時の遊びの決着はまだついてないし、今度は本気で。サスケ、しつけがなっていないぞ。こいつを腕だけで。